2023年を振り返りたい。この振りが去年と全く一緒なのがびっくりなんですけども、どうも改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。というわけで2023年も間もなく終了ということで、今年も皆さんと一緒にボンドチャンネル1年を振り返りたいと思います。で、今年はですね、若干動画の本数は少なかったんですけれども、その代わりまあ海外行ったりだとか、まあ、あと動画の編集より時間をかけて175本ぐらい今年アップさせていただきました。その中からまあ印象に残ったものだったりだとか、個人的に皆さんに見ていただきたいものなどを、まあ、四半期ごとに分けてご紹介させていただけたらと思います。というわけで、まあ、冬休みちょっとありますんで、振り返っていただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてですね、動画の最後には来年のオートサロンの話もちょっとしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは参りましょう。じゃあまずは1月から3月なんですけども、まあ、1月といえばオートサロンかなと。オートサロン関係の動画今年は7本ぐらい上げさせていただいたんですけども、まあ、準備の状態だったりだとか、出店車両の紹介、会場の様子、まあ、あと搬出の様子なんかもお届けさせていただきました。どの動画も結構再生されて、多くの皆さんに見ていただけたかと思いますんで、本当にありがとうございます。そしてですね、今年のオートサロンといえばやっぱりインパクトが半端じゃなかったなと。角に止めさせていただいたカウンタックだったりだとか、あとは真ん中に止めたファントムですね、フルマンソリーの、もうなんか写真スポットみたいになってて、本当に通りがかった人にも中入って写真撮っていいですかなんて言われたりしたぐらい、もう非常にインパクトのあるブースだったのかなと。そしてですね、本当にたくさんの方にお声かけいただきまして、まあ、僕自身もいろんな方と写真撮らせていただいて本当にありがとうございます。まあ、ちなみになんですけれども、来年のオートサロンも僕3日間いますんで、ぜひ見かけた際はお声かけください。というわけで、オートサロンの動画たくさんありますんで、ぜひ休み中に見返していただけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、1月から3月といえばもう一つ私個人的に心に残ってる車両紹介がございまして、これはですね、アパレルブランド XXX の主賓の方が乗られるカリナンのカスタム紹介でございます。まあ、車のインパクトも半端なかったんですけれども、もう真っ黒黒で、ボディが黒なのに黒い高一ラインが入ってて、さらにそこに真っ黒黒のディッシュの AL13 のホイールがはまると、こうめちゃくちゃ黒で統一されてて、なおかつオーナーさんのキャラクターが出てる車だったんで、まあ、非常に印象が残ってるんですけれども、まあ、その中でもやっぱりそのファッション業界というか、まあ、全く別の業種のこうエッセンスというかニュアンスが入った、まあ、カスタムした車ということで、なんか個人的に本当にいろんなものが融合して、ライフスタイルだったりだとかファッションだったりだとか、まあ、その他異業種なんかのそういった要素が入ってかっこいい車っていうのが、なんかすごいところまで来たなっていうふうに個人的に感じて印象に残っております。続いて4月から6月なんですけども、これはですね、1年を通してももう一番印象に残ってると言っても過言でないSVJ の最高速アタックでございます。これはですね、本当に1年通してどころじゃないですね。動画の担当をやらせていただいて、もう過去一印象に残っております。そしてリアルに本当に死ぬかと思いました。あんな G と加速と速度域っていうのは体験したことがなかったんで、まあ、最初割とこう悪乗りじゃないですけど、まあ、いけるっしょみたいな感じで僕乗りますねなんて言ってたんですけども、まあ、いざ乗らせてもらったら本当に想像の倍以上ビビりましたね。本当に今まで体験したことない体験をさせていただいて、本当にオーナー様だったりだとか、まあ、撮影にご協力いただいた白札テストセンターの皆様、そして雑誌社モーターシンクスの川口様、本当にありがとうございました。そしてですね、その動画の裏話を少しさせていただくと、実は1時間ぐらいしか時間取ってなかったのかな、なんですけども、その1時間にめちゃくちゃハプニングが起きて、まずですね、飯村さんが遅刻しました、まあ、遅刻はしてないか、遅刻してないんですけど、矢田部って、まあ、動画の最中でも喋ってるんですけど、別のところの周回路があったんですね。でそれが移転して、まあ、白里テストセンターっていうちょっと離れたところに移転したんですけども、前乗りしてた飯村さんがまさかのその前の矢田部の近くに泊まってると。そして朝近いし余裕だろうなんて言ったら、実は白札テストセンターに移転しててめちゃくちゃ遠いという。そしてですね、トラブルはそれだけじゃなくて、
なんとですね、城里テストセンターってめちゃくちゃ広いんですよ。一周もう数キロある高速周回路なんで、まあ、入り口もたくさんあって中も入り組んでるんですけども、まさかのですね、そのスタート地点に行くところの道も間違えまして、多分15分ぐらいあのカメラマンの方とモーターシングスの川口さんと僕らとまごまごして、でなんとかどうにかこうにかたどり着いて、もうダッシュで最高速アタックをすると。で実はですね、動画ちょっとバタバタしてたんで撮れてなかったんですけども、アタック自体は 4,5 回やってんじゃないかな。で実は最後に乗せてもらった感じなんですね。なんで本当にその前の周回からめちゃくちゃオーナーさんには走っていただいてると、本当に無事最後の最後にその日の最高速を記録できて、何よりも無事に終われたのが良かったのと、本当に貴重な体験をさせていただきました。動画も残ってますんで、まだ見てないよっていう方はぜひそれも見返してみてください。そしてですね、4月から6月といえばもう一つ印象に残っているのがアメリカ出張ですね。これはオープンハウスって言って HRE のファクトリーで行われたイベントに行かせていただいたんですけれども、それをちょっと前乗りしてアメリカのショップツアー、僕とカメラマンとあと飯村店長、名古屋店の店長ですね、3人で回らせていただきました。まあ、いろんな本当にショップ行かせていただきました。まあ、インスタグラムで日々チェックしているところだったりだとか、あとは有名なお店だったりとか、いろいろ行かせていただいて、まあ、動画に撮れたとこ撮れないとこいろいろあったんですけれども、まあ、その中で特に印象に残っているのが RDBLA って言って、 LA で多分一番有名って言っても過言じゃないんじゃないかな。あの YouTube の登録者数も70万人ぐらいいる、もうセレブとか有名人著名人御用達のとんでもカスタムショップがあるんですけれども、そこを実は潜入させていただいて動画撮影させていただきました。結構なんて言ったらいいのかな、とんがった車というかちょっと不良な感じの車とか入ってたり、まあ、アメリカの方なんですけども、ちょっとこわもてな雰囲気があるんで、僕らもいやどうしようかなっていう感じだったんですけども、1060の社長につないでいただいて訪問したんですけれども、まあ、実際お会いしたらめちゃくちゃいい人で、初対面なのにすごくこうフレンドリーに接していただいて、でなおかつその後一緒に撮影も同行させていただくと。そしてですね、ちょっと裏話をすると、これ SNS に上げたんですけど、実は RDBLA に行ったらマイバッハが入庫してて、おおかっこいいな、ホイール履いてるな、なんてふんふん言いながら見てたら、よく見たら窓と後ろに撃たれた跡があるという、もう LA の恐ろしさを身をもって感じましたね。さあ続いて7月から9月、ここでやっぱり印象に残ってるといえば、まあ、ドイツ出張ですかね。アメリカ出張の直後に行かせていただいて、もう過去最多のメンバー、僕カメラマン、そしてボンドカーズ大阪の岡店長、ボンドカーズ名古屋の土方店長、そしてボンドカーズ東京の池田くんの総勢5名でドイツに行かせていただきました。まあ、メインはブラバシュ主催のイベント、まあ、発表会ですね、にこれに行かせていただいたんですけれども、まあ他に、まあ、取引先だったりだとか、まあ、あとは興味のあるところいろいろ行かせていただいて、本当に何店舗何社もあったんだろう、かなりいろんなとこ行かせていただきましたね。でその中でも印象に残っているのは 9FF だったりだとかルーフだったり、まず多分日本人のこんなポンコツがいきなり行って日本語でお届けしている動画っていうのはないと思うんで、まあ、なかなか衝撃的な動画になったんじゃないかなと。めちゃくちゃ勢いがあって、まあ、車ももうものすごい台数入庫してるし、特にルーフに関してはもう世界中からオーダーが来てて、もうファクトリーの規模では考えられないものづくりをされてましたね。で、まあ、実際にルーフさんお会いしていろいろお話聞いたんですけど、なんかすごいこう日本に好印象を持ってくださってる方で、なんか日本語の単語でなんかいろいろ話しかけてくださったりだとか、意外な日本とのつながりも感じる訪問でした。そして他にもですね、まあ、ほぼ経費乱用なんですけども、ニュルブルクリンク走らせていただいて、普段ゲームだったりだとか、まあ、あと動画見たりなんかでは非常に多いサーキットなんですけども、実際にレンタカーを借りて走るっていう経験はしたことがなかったんで、もう高低差と、もうほぼなんだろうな、日本の峠みたいなとんでもサーキット、僕の考えてたサーキットとはもう全く違う、知ってるサーキットとは全く違う感じで、
まあ、ここで車を作ったらまあこうなるよねっていう、なんかドイツのその車作り、まあ、アウトバーンと、まあ、ニュルブルクリンクと、まあ、この2つはやっぱり非常に大きいなっていうふうに感じました。でまあ社長からはお前たちの無駄遣いだってめちゃくちゃ言われたんですけども、動画は結構意外なコメントが多くて、楽しそうに研修させていただいていいですねなんていうコメントもいただいたんで、会社のイメージアップにもなったんじゃないかなと思います。なりました多分社長。はい、というわけで、まあ、非常にバタバタだったんですけれども、いろいろ回らさせていただいて印象に残ったドイツ出張でございました。あと7月から9月といえば、まあ、ちょっと動画では詳しくお話ししないんですけれども、まあ、例の車業界を揺るがす事件が起きた時期でもありますね。まあ、これに関してはまあたまたまなんですけれども、車のその支払いに関してもまあルールが変わって実際に切り替え時期だったということで、支払い総額の動画解説なんかもさせていただきました。まあ、その辺やっぱり僕らの常識がお客様の非常識なんていうこともあってはならないことなので、まあその辺を解説する意味でも動画を撮らせていただきました。皆様のカーライフのお手伝いができるような動画も今後も配信していきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。そしてですね、最後10月から12月、この中で印象に残っているのはやっぱり大阪店のカスタムカー紹介続き、これに関してはもう個人的にめちゃくちゃ印象に残ってますね。どうしても大阪店やっぱり物理的な距離があるんで、割と数ヶ月に1回2、3ヶ月に1回行かせていただいて、まあ各担当者に連絡してまとめて撮影するっていうことが多いんですけども、もうその中でもその時のカスタム紹介っていうのはまあすごいラインナップだったのと、まあ、総額本当にいくらになるんだろうっていう、まあ、あとは動画を撮影してない駐車場にあった車もまあなかなかやばかったと。これに関してはまあインスタだったり各種 SNS チェックしていただいている方はご存知だと思うんですけども、まあとにかくすごい時期でしたね。実はあれ1日で撮ってますということで、もう特価一回車を入れてどのぐらい撮影してたんだろう、1時間2時間2時間以上多分撮影してた記憶があります。もう12時近く回ってもうみんなヘロヘロになりながら撮影して、まあ、個別にアップさせていただいたんですけども、その中で撮らせていただいた S680 に関しては、まあ、後日別の動画でご紹介させていただいて、実は船と、まあ、両方オーナー様の持ち物なんですけども、なんかも撮らせていただいたりだとか、まあ、この時期の大阪店の僕らの撮影忙しさは半端じゃなかったですね。内容もめちゃくちゃ濃かったっていう印象です。そしてこの辺は僕の中でもかなり記憶に新しい動画なんですけれども、11月に行かせていただいた BC フォージドの工場見学ですね。まあ、実際僕自身も BC フォージド非常に興味があって、まあ、前の車で装着していたりだとか、まあ、非常に大好きなホイールブランドではあるんですけども、まあ、実際工場に行ったことはなくてですね、まあ、実際映像で見たりだとか、まあ、写真を見たりだとか、行った他のスタッフの話を聞いたり止まりだったんですけども、ついに私台湾の BC 本社までこの機会に行かせていただくことになりまして、まあ、一通り見させていただいたんですけども、もう本当になんだろう、工場の規模もそうだし、もう作ってる環境が半端じゃなかったっすね。本当にアルミの塊から鍛造ホイールメーカーって、まあ、日本国内においても多分かなり少ないんですよね。まあ、いろんなブランドがあったとしても実は作ってるところ別のところが請け負ってますよなんていうケースもあったりだとか、あとは基本的にアメリカ製鍛造ホイールなんかはビレットの状態、鍛造の塊になってからの削り出しなんで、まあ、もちろんその元から作ってるから偉いとこっていうわけではないんですけれども、まあ、そこからまあクオリティコントロールだとか後々の納期のコントロールだとか、もう本当にものづくりに対する姿勢が本当に勉強になったしびっくりしましたね。まあ、あとはもう台湾パワーをめちゃくちゃ感じましたね。まあ、冷静に考えたら、まあ、例えば半導体だったりだとか精密機器だったりとか、あと最近車の部品なんかも非常に台湾製多いんで、本当に日本のものづくりも、まあ、僕が言うのもなんですけど頑張ってほしいなと、負けないようにやってほしいなっていうのも感じました。で実は動画にはなってないんですけれども、新作のホイールがもう早速削られてたりだとか、ブレスアップだけじゃなくって、まあ、あとはレースだったりだとかチューニングなんかにも BC フォージド非常におすすめですんで、興味のある方ぜひお問い合わせください。そしてですね、もう2023年ほぼ最後、めちゃくちゃ印象に残ってる車といえばやっぱり GT3 RS じゃないかなと。
まあ、これに関してはもうほぼ全てのことを動画で喋らせていただいたんで、まあ、ご入庫の経緯だったりだとか、まあ、カスタムの内容だったりとかっていうのは、まあ、そちらの動画見ていただけるといいんじゃないかなと思いますけども、実は裏話で言うと僕と飯村店長でほぼ1日かけてオーナー様のところまで伺って車を引き上げて、で翌日またほぼ1日かけて、まあ、名古屋店に車を運んでカスタムさせていただいて、でその翌々日かな、今度は関東に持ってきて関東のイベントに出店して、なおかつそれを名古屋に戻してから、まあ、少しプラスアルファの作業をして、でまた1日かけてオーナー様のもとへ車を返却させていただくという、車の走行距離は伸びてないんですけども、車の移動距離で言ったら半端なくもういろんなところに車を移動した車両でございました。本当にこんな最新の車を触らせていただいて、まあ、あと特に、まあ、スーパーカー全般に言えることなんですけども、もう本当に完成形の車、もう触らないことの方が多いんじゃないかっていう車を本当に僕らのそのカスタマイズ賛同していただいて、まあ、カスタムさせていただくっていう本当にありがたい、もう貴重な経験をさせていただきました。オーナー様改めてありがとうございます。さあというわけで、もう他にも紹介したい車だったりとかたくさんあったんですけれども、簡単にまとめさせていただきました。ぜひ休みの間見返していただいてもいいと思いますし、まだ見てないよっていう方はぜひチェックしてみてください。さあそしてですね、ここからは来年のオートサロンの出展車両についてお話しさせていただきたいと思います。来年のオートサロンボンドブースではなんと総勢8台出展いたします。毎年ブースパンパンなんですけども、今年もパンパンになりそうな予感でございます。まあ、内訳としてはもう例年通り、まあ、各種取扱いチューナーだったりだとか最新のアメタンを履いた車両などを展示させていただきます。というわけで、まあ、一足お先にこの動画では出展車両1台ずつ紹介したいと思います。で一部内容に関してはまだお伝えできないところもあるかと思うんですけれども、まあ、できる限りお届けしたいと思います。でまず出展1台目、これはもう動画でもお届けしてますんで皆さんご存知だと思うんですけれども、マンソリーのレンジローバー出展いたします。入庫しましたっていう動画を撮ってから作業の経過お伝えしてないんですけども、絶賛作業 NOW でございます。結構形になってるのかな、というわけで、まあ、年内には完成して来年ちょっと準備して、まあ、当日出店っていう形になると思うんですけれども、まあ、なかなか車新型レンジいじった車っていうのもまだまだ少ないですし、なおかつフルマンソリー外装のやつ多分日本1号車になると思います。ぜひ会場でチェックしてみてください。そしてですね、同じくマンソリーから出店、フェラーリ F8 を出店いたします。これも SNS もしかしたらチェックしてる方だったりだとかだとご存知かもしれないんですけども、もうバキバキに仕上がった F8 出展いたします。まあインパクトのあるボディカラーということで、もうカーボンパーツの相性も抜群じゃないかなというわけで、これも展示させていただきます。ぜひこれも会場で見ていただきたいと思います。そしてこちらも多分ご存知だと思うんですけれども、テックアートのコンプリートも展示させていただきます。いやーもうこれ拍手5分ぐらいしておきたい。これなんで僕こんなに気合が入ってるかというと、東京オートサロン2024年でワールドプレミアの車両でございます。すごい。そしてこれ台数限定なんで、多分世界的に見ても非常に希少な車になるんじゃないかなと。というわけで、もうこれは、まあ、当日のフォーメーションどうなるか分かんないですけど、僕個人的にはもうぜひ前で皆さん近くで見ていただきたい。そしてもうテックアートのこのレザーの質の高さ、ステッチの丁寧さ、パンチングの複雑さ、この内装をカスタムした時のおしゃれさ、もうぜひこの内装カスタマイズを日本で流行らせたいと思ってますんで、もうぜひ当日見ていただいて、もう写真撮ってもう拡散しまくってください。そしてですね、なかなかこれに関しては会場でも体験することっていうのはできないんですけども、もう内装を張り替えた車って匂いが違うんですよね。もう厳密に言うと、まあ、もちろんその使ってるレザーごとメーカーごとに匂い上は違うんですけど、まあ、やっぱりロールスとか、まあ、ベントレーとかってもうめちゃくちゃこうレザーのいい匂いというか、もう高級な匂いするじゃないですか。あれがポルシェから、まあ、もちろん質は違いますよ、違うんですけど匂いがするという、本当に五感で感じられるとてつもない車が仕上がるんじゃないかなと思います。そしてですね、これももしかしたらずっと動画見てくださってる方だとご存知だと思うんですけども、ブラバスの XLP900 出展いたします。もうこれも5分ぐらい拍手してた。
これは頑張った。あのですね、これドイツ出張行かせていただいて、まあ、その際に購入したという流れになります。でもとにかくブラバスのここまでやりきったコンプリートカーっていうのは過去類を見ないんじゃないかな。多分説明すると長くなるんであれなんですけど、 G63 のとんでもカーでございます。どんだけとんでもカーなのかはもう動画見てください。そして900馬力だったりだとトラックになってたり、もうとにかくえらいこっちゃうんですよ。それを展示いたします。これっていうのは多分日本だけじゃなくってドイツに行ってもなかなか見れないですね。もう本当によっぽど大きいショーに行くか、何といっても世界限定10台なんで、ブラバスの本社に行ってもまず多分見られない、もうとんでもカーなんで、これはね東京オートサロンチケット代払う価値が個人的にあるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ見ていただきたい一台でございます。そしてですね、最新のアメタン各種も展示いたします。例えばですね、新型の GT3RS 展示いたします。ただこれは先ほどのまとめ振り返りでご紹介させていただいた GT3RS となんと別の個体でございます。そんなことあります？HRE 入った GT3RS がこんな短期間にもう1台。そしてですね、細かい仕様に関してはこれ間に合えばオートサロン前にご紹介させていただくと思うんですけども、間に合わなかったら当日のお楽しみということで、多分皆さんびっくりされると思います。え、そう来たかと、そしてこの2台かと、この GT3RS 続きかと、皆さんおそらくびっくりされると思いますので、もうこれもぜひ見ていただきたい1台でございます。そしてですね、2023年最も沸かせたアメタンといっても過言でない MV4 自動、これに関しては装着した車もちろん最新のデザインでございます。これなんと2台展示いたします。1台は AMG GT です。でしかも AMG GT でもただの AMG GT ではございません。なんとですね、 AMG からもうハイパーカーの1っていうの出たじゃないですか。あれを買った人しか買えないとんでも AMG GT でございます。もうめちゃくちゃ貴重な車なのに、それになんと MV4 自動の最新のデザインを装着して展示予定でございます。まあ、詳しいデザインだったりとかっていうのはもしかしたらフライングでちょっと前に出るかもしれないんですけども、まあ、ぜひ会場でチェックしていただけるといいんじゃないかなと。そしてもう一台がすごい、もう一台なんとですね、ロールスロイスのスペクター展示いたします。実車見たことねえ、はい、というわけで多分街でまだ走ってないんじゃないかな。もう本当に一番早いあの納車の方ぐらいじゃないですかね。多分ロールスロイスの初 EV ということで、もうなんか見たことないんでサイズ感も分かんなければ雰囲気も全く分かんないんですけど、まあ、写真とか動画で見る限りもう絶対かっこよくなるだろうっていう感じです。でこれにも MV4 自動の最新のホイールをはめて、ちょっとフォーメーションはどこになるか分かんないんですけども、まあ、どこになったとしてもあのおそらくとんでもないあの異彩を放つ車になると思いますんで、おそらくオートサロンでも僕他の出展者 の出展車両チェックしてないと分かんないですけど、多分会場でも1台になるんじゃないかなと思うんですよね。なかなかスペクターをホイールはめてとかカスタムして出そうっていうのはなかなか多分ないんじゃないかなと思いますんで、まあ、会場全体でも非常に貴重な存在、目立つ存在になると思います。それもぜひチェックしてみてください。そして8台目最後に紹介するのは 765LT でございます。世界限定765台、岡店長に教えてもらいました。こちらの車にはもう大人気アメタンブランドアナーキの新作を装着いたします。もう絶対かっこいい、絶対かっこいいというわけで、もう車も 765LT って言ったらもう純正やるとバキバキじゃないですか。でそれにアナーキーの新作、つい先日のセマショーに合わせて、発表されたやつですね、まあ、それを装着して出すんで、まあ、これはもうあのノーチェックでも絶対かっこいいっての分かってるんで、まあ、そんな車になるんじゃないかなと。そしてですね、これなんとそのまま出しません、イノゼテックの新色発表になります。というわけで、もうウォールペンと見間違えるようなラッピングフィルムの第一人者と言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。そのメーカーイノゼテックがなんと新色を発表いたします。でその新色の、まあ、カラープロテクションなんですけども、まあ、傷を守りつつ色替えできるってやつですね。それを全身施工して765で多分本来存在しないカラーイノゼテックの新色でフルラップしてもう色替えして出展されます。あの実は色はもう見させていただきました。
まあ、どっちかっていうと、もうなんだろうな、ショー向きのもう派手派手でショー以外乗れないって感じじゃなくって、割とストリート向けな、本当にそのまま街に走り出してかっこいい色なんてめちゃくちゃ高いクオリティで貼られてるんで、まあ、オールペンだったりだとか、まあ、純正色って見間違える方いらっしゃると思うんですけども、実はカラープロテクションというそんな車を出展させていただきます。他にもたくさん新作のサンプルホイールなんかも壁に展示予定でございます。そしてですね、もう一つお知らせが、今年のオートサロン僕が3日間立たせていただくんですけれども、ボンドのブランドブック、まあ、ボンドこんな店舗があって、まあ、こんな風に車を作ってますよだとか、あとは取り扱いブランドこんなのを取り扱ってますよっていう冊子を、まあ、毎年作ってるんですけど、オートサロンでお配りいたします。もちろん無料ですんで、ぜひ気になる方は手に取ってみてください。さあ、というわけで今回の動画は2023年のまとめと、あと来年のオートサロンについて少しお話しさせていただきました。まあ、休み中の動画の更新に関しては、ストックがあるものに関してはアップさせていただきますけれども、だいぶ期間が空くと思いますので、ぜひ過去の動画を見返してみてください。まあ、去年に限らず、一昨年その前も結構面白い動画いろいろあると思いますので、ぜひチェックしてください。というわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録とインスタと X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。About you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.